ジョルジュです。本日もモンスターハンターナウやっていきたいと思います。動画をご覧の皆様はストーリーはどのくらい進んでいますか？私は現在2周目のチャプター4です。歩き疲れたのか暑さで集中力が切れてボスの飛びかがちに返り討ちにあったところです。本日の動画は1周目を終わって装備を強化していく前に最初に重要だなと気づいたことがあったので、それについて話していきたいと思います。モンスターハンターではこれまで武器の強化で派生がありましたね。鉱石派生、骨派生などなど武器を強化していくと分かれていって、最後まで強化していくと最初は同じ性能だった武器が最終的には大きく性能が異なるものになります。中には割と早い段階で強化が終わってしまう派生のものもあったりします。今作、モンスターハンターナウでは、武器派生については、現状、ありません。ですが、従来の武器派生、それっぽい要素が、実は、実装されています。装備を強化していくと、だんだんこれに気づくと思いますが、始めたばかりだと、なかなか気づくのは、難しいと思います。画面に映っているのは、私の使っている片手剣で、現在使っている、ジャグラスエッジ、サンダーエッジ、ともに、グレード5で、そろそろ、グレード6が見えてきたところです。飛びかがち素材からできる、サンダーエッジは、強化するのに、竜骨、上竜骨が必要になります。片や、ドスジャグラスの素材からできる、ジャグラスエッジは、強化するのに、ドラグライト鉱石、大地の結晶が必要になります。モンスターハンターナウでは、武器の強化による、派生こそありませんが、強化するのに、鉱石が必要か、骨が必要か、作るモンスターの装備ごとに、異なる仕様になっています。このあたりは、スマートフォン版、モンハン、ということで、かなりシンプルな仕様にして、装備の強化に、落とし込んだようですね。ということで、すべての装備で、鉱石系なのか、骨系なのか、一覧にしましたので、ご覧ください。左が、強化に、鉱石類が必要になる装備。右が強化に骨が必要になる装備です。こうして見ると骨系の方が一つ多いですが、およそバランスよく分かれていますね。強化に必要な共通素材が分かれていることがはっきりすれば、注意しなければならないのは作る装備を鉱石系、骨系、どちらか片方にだけ偏らないようにすることです。例えば作っている装備が骨系に偏ると、上竜骨が全然足りなくなり、大地の結晶は使わないので余っている。その逆で、作っている装備が、鉱石系に偏ると、大地の結晶が足りなくて、上竜骨が余っている。こんな状態になってしまいます。私は現在、片手剣で進めています。属性は、火、水、雷、氷の4属性を地道に強化していってます。武器は、ジャグラス、カガチ、ジャナフ、ギエナ武器で、骨系と鉱石系の2個ずつと、一応、片方に偏らないようにしています。それでも、上竜骨が不足していて、なかなか強化が進みません。それもそのはずで、武器は、鉱石系、骨系と分けられますが、防具の方は、属性強化、ロックオン、これらスキルがついている防具は、骨系に偏ってしまっているため、どうしても上竜骨が不足がちになります。現在ロックオンスキルがついているのが、クルルヘルム、レイアーム、ディアネロコイル、この3箇所ですが、これらは、すべてが、骨系の装備です。骨素材が不足する、これらの悩みは、近接武器を使うハンター特有で、ボウガンや弓を使っている人は、あまり感じないかもしれませんね。雷は、カガチ、氷は、ギエナ、麻痺は、ギルオス。現在、この3つに関しては、この装備だけになっているので、残りの火、水、毒で、いかにバランスよく作っていくかで、装備を強化する際の、鉱石、骨の素材不足を、少しでも補っていくようにすると、いいかと思います。ということで、今回の動画は、以上になります。装備を作る前に、今一度、鉱石なのか、骨なのか、どちらが必要になる装備なのか、確認してから作るといいですね。それでは、次の動画でお会いしましょう。